真昼、帰ってくれないか。どうかしましたか？何か用事が？いや、用事があるわけじゃないんだけどさ、なんというか体調悪くなりそうな気配がするというか、寝てたら多分治ると思うからゆっくりしようかと思って。なるほど、季節の変わり目ですから体調を崩してもおかしくありませんね。早め早めの対処は良いことです。先に私を頼ってくれたらもっといいんですけどね。別に寝てたら治ると思うぞ。それはそうですけど、そんなことを言われて心配しないとでも？じゃあ言わない方が良かったな。そういうこと言う。迷惑でしたか？いや、迷惑とかじゃないけど、真昼の時間を奪ったり手間をかけさせたりするのも悪いから。一緒に過ごしているのですから、そのあたりは持ちつ持たれつでは。私も体調崩した時、天音くんに看病してもらいましたし。それはそうだけどさ。もちろん、ご迷惑でしたらすぐに帰りますので。一番は天音くんの元気ですから。迷惑なわけないだろう。ならよかった。とりあえず水分をとって寝ましょうね。冷感シート出してきます。お薬は先に飲んでおきますか？そうする。ありがとな。いえいえ、見るからに体調悪くなってますし、さっきまで意図的に隠してましたよね。結構我慢するのが辛くなったから体調悪いって口にしたでしょ。